ジャッカルです。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。現在5月5日の夕暮れまでは行ってないですけどね、日が長くなったのでまだ外は明るいですけど、晩ご飯を食べていこうかと思います。今回の、晩ご飯はこれ豆ご飯ですね。そら豆とエンドウ豆が入っております。今実家なんですけど、そら豆とエンドウ豆どっちを入れると、豆ご飯ね、両方入れたらいいんじゃないかなということで両方入ってます。大きい方がそら豆で小さい方がエンドウ豆ですね。でこれが、豚汁、いわゆる豚汁というものです。これは、味噌汁の中に豚肉と、じゃがいもと玉ねぎとおもやしが入っております。で、あの玉ねぎなんですけど、淡路島産の、玉ねぎを使っております。で、これタケノコとおそら豆と、この黒っぽい、緑色のやつは昆布ですね。で、新潟産のべったら漬けと、それとミニトマトで、お茶はごぼう茶であります。それではいただいていきたいと思います。何か言い忘れたことはなかったかな。いただきますと。